M ステを卒業されてからタモリさんとはなんかどういう交流があったとか、なんかそういう生活の報告をされたりとか、そういうことっていうのはありましたか？土曜日のこの時間はタモリさんがいらっしゃるっていうのが分かってるので、私はその、まあ、スタジオが違うスタジオで収録している時とか、こう本当に僭越なんで楽屋に遊びに行かせていただいたりとか、本当にたわいもない話をさせていただくようなことが多いですかね。あと、ね、今回はあるかわからないんですけど、いつもこの MC の代替わりの時はタモリさんと一緒に私たちでこう食事会をしたりとか、卒業してからもそういったふうになんか 覚えててくれるというか、なんか、うん、はい、気を、うん、かけてくれているよと私は信じてます最近おめでたいことがありましたけど、タモリさんからお祝いの言葉とかありましたか？ ありがとうございます。ですね、これはよろしいんでしょうか？ご報告に行った時に、もうなんかタモリさんにご報告したんですけど、その時の第一声が、うん、分かってたよって言われてお前の年頃で報告に来るって言ったらそれしかないだろうっていうふうに言われてしまって、ちょっと拍子抜けした部分はあるんですけれども、とにかくおめでとうっていうことと、まあ、するのは簡単だけどやめるのが大変だからっていうふうに釘を刺されたようなところで、ちょっと先輩努力させていただきますという感じでした。ありがとうございます。